こんにちは、仰天ゆりなです。はい、遅くなりました。結局家を出る割とギリギリにショールームをしております。ちょっと準備をしていたらとてつもなく時間がかかりました。めっちゃゆっくり準備をねしてしまいまして、こんな感じになりましたけども、今日もちょっとあれなんで15分だけやりたいと思います。この後オンラインお話し会がありますので、まあ、オンラインお話し会に来てくださる方は後々またお会いできると思います。はい、というわけで、まあ、私は今日は夕方、明日はね、めっちゃ朝早いんですよ。もうそれがきついですけども、頑張りたいと思います。明日じゃねえわ明日か、明日もあります。オンライン話し会、明日は一部からなんで、しかもさ、今日さ、久しぶりのオンラインお話し会でさ、なんか久しぶりに仕事があるとさ、なんか毎回なんだけどさ、緊張しすぎてか、昨日も4時ぐらいまで寝れんくって、自分4時ぐらいまで寝れへんなって起きてて、気づいたら朝やったみたいな感じで、すごいショック。いつもだったら割ともう2時ぐらいには爆睡なんですけど、なんか久しぶりの仕事、久しぶりの仕事だったっていうこともあってか分かんないですけど、寝れなくて、なかなか寝れなくて、ショックすぎて、すごい、あ、眠ったって思って朝起きました。まあでも今日はもう今ショールームをしてるので、終わったら、明日朝が早いので、もう終わったらお風呂に早く入って、早く寝れたらいいなとは思ってるんですけども、まあ寝れるか寝れないかはその日の私の、うん、眠気次第かなと思っております。眠いね。昨日ベッドに入るの早かったんですけど、そっからが長かったですね。寝れないタイムがあれでして、でも明日は寝れるでしょうと勝手に思っております。外暑いんかな、今日雨降るんかな、傘持っていくか持ってこないか微妙なんですよね。でもまあ帰ると時間帯にちょっと微妙、降るかなぐらいで、まあ降らないっしょって思ってます。暑いですね、外も26、25度、上着がいるかいらないかがすごく微妙やな。上着持ってって暑ってなるかもしれんし、帰りちょっと寒いかもな、逆に持ってくだけ持っとってにしようかな。パーティーに行くみたいだね、だって。え、嘘、どの辺が、そう、そんなパーティーに行くみたいに見える。そう、ありがとう。全然パーティーに行く仕様ではないけど、
当ですか。よかったです、一生懸命髪の毛のセットと前髪のセットとメイクと頑張って、はい、マイシスターにしてもらいましたけど、私髪の毛負けないんで、あの妹に髪の毛は巻いてもらいました。私自分がやるとストレートになっちゃうので、はい、妹に髪の毛を巻いてもらって、私は髪の毛自分で巻けないです。基本私はストレートが多いですね。でも逆に言ってしまえば、お話し会とか握手会ぐらいしかストレートにしないんですよ。なんていうの、普段アイドルでステージに立たせてもらってる時は基本的にずっと巻き髪なので、逆にお話し会とかでストレートっていうちょっとレアな感じですかね。そう、普段ねストレートやるんだったらいいんですけど、あの普段ストレートやんないんで私は。そう、ストレートの時も今あるかなって。私この短さは自分で負けないですね。短すぎてちょっと自分ではできないです。長くても負けてなかったよ。いや負けとった、負けとった頑張れば負けとった。負けてない日もあったけど、負けとる日もあった。なんとかなっとった。そう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 、なんとかなっとったけど、この短さは無理。むずいよな。むずい。なんかうちの家にあるコテのミリ数がでかいから、そうそうそう、余計に難しいんですよ。もうちょっとコテのミリ数が低いと、細いやつね。あ、そうそうそう、細いとあのもうちょっとね巻きやすいんですけど、これ私髪の毛基本的にずっと長いから、長い人用に巻きが大きめに、なんか長いのに髪の毛うりうりにするとなんかもううりうりボンバーみたいになるから、ゆる巻きじゃないですか長い時って。それ用に買ってるから、この短い時用の合わせて固定のミリ数合わせてないので、ミリ数がね太いんですよちょっと。なんでこれは難しいですね。まあ、ストレートアイロンで波ウェーブとかだったらねやる人はやるけど、私ちょっとストレートはストレートでしか使えないんで、のこのさ髪の毛の横とかさ耳のこの S 字フックは自分でできるんですよ、うん、この S 字フックは。でもあのまあそんな感じですね。そう、一応巻きとウェーブミックスやんな、うん、ウェーブそこ全体的にして、下ろしとる方は表だけ軽く普通の巻きにして、後ろは普通の巻き、普通の巻き波にしてない、にしてない。私の髪の毛的にマジでサラサラのトゥルトゥルなんで、マジキューティクルがすごすぎて、今日も妹に髪してもらいながら、いやマジでトゥルトゥルすぎるなって言って、なんかもうトロントロンってなっちゃうな、逃げちゃうのよ髪の毛が。ちょっとコテ緩めたらプンって、そうトロンっていっちゃうから、ちょっとねこういう巻くの人ってさ、ちょっと髪の毛傷んどる方がやりやすいよね。肩もつくし傷んどる方が巻きやすい、止まるから髪の毛が。でもツルツルだと髪の毛止まらないし、巻いてもねすぐ落ちるんですよ。でも私すぐ落ちるのよ、とっても戻ろうとしちゃうんだよ。そうだからもう私の髪の毛は本当にツルツルで困る、何もしてないんだがね。まあ普段のお手入れが素晴らしいってことで。ええええマークがえそこがって言った。あ、でもちゃんとしとる、ちゃんとしとるやろ、トリートメントとかね。そうやね、洗い流さないトリートメントもしてるし、しかも絶対乾かして寝ないなんてことしないからね。あ、それ結構大事か、それマジで一番重要やから。髪の毛乾かさんと寝てん、ギシギシになるし痛むで、めっちゃ絡まる。うん、なゆりなはもうあの完璧な乾き、半乾きも嫌いなんですよ私。だから割とあの髪の毛が熱すぎて持てないぐらいに熱風がボーってなって、そっから冷風でさーって冷ますっていうで寝る。
話すの大切やな、うん、あれするんとせんのとだいぶ違うよね。違うっていうねことをやるんだよみんな。まず汗かかんドライヤーしたら。そうわかる、あっつい髪の毛持とうと思ったあちゃってなるよ、ね、あちゃ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 みたいな、もう夜髪の毛がってなっちゃうから。気をつけない多分ね。そう痛む。しかもさ私のドライヤーマジで 2,3 千円のドライヤーやからさめちゃくちゃ、しかも4年使ってるからボロボロだってヘッドの部分なんてさセロハンテープで止めてるからこれ抜けたらポロって取れる。そう抜けたらポロって取れるからさ、ポロって取れたらもう風がファーってなるからそうね、そうそうなんや。早く新しいの買えって感じやろ。うん、まあ使えるからまだ使ってるよね。そう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 、そう、そんな感じでね。いや使えるからもったいないや。その 2,3 千円で 2,3 千円でご飯が食べられるやな。私はそのドライヤー買うよりお菓子買いたいから、その 2,3 千円で別にポン言うたら買うけど、ポン言わん限り使う。うん、だってもうなんならそのヘッドが取れてからもう1年以上経ってるからな。オンボロボロボロ、オンボロボロボロのドライヤーあ、よかえって感じやなピロ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 ってどんどん取れてきよう。そう、基本的に壊れるまで使うタイプの人間なんやけど、壊れてから壊れたアハハハ買いに行かんとみたいな。アイロンも使ってて壊れて、え壊れたやばってなって、さすがにアイロンは毎日使うからそのすぐ買いに行ったけど壊れてたからね、ポンつったから壊れた。そう、そんなねすぐね、あ壊れそう買おうみたいな、そんなそんなお金の裕福の使い方はできない。そんなことやんじゃったらもうえらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃそうサロニアのアイロン使ってるよ、前と同じ。そう、うん、今ダイソンのさいいやつとかあるよね、髪の毛に優しいとか、うん、マイナスイオンがうんちゃらこうちゃらとかな、いっぱいあるよな。そういっぱいあるのドライヤー2万とかさ、とこドライヤーに2万って思ってしまうでもドライヤーもそろそろ壊れそう。こんな安いのによくこんなに持ってるわって思うもん。だからまあそろぼっち新しいのを買う時期やなとは思ってる。まあ壊れたら買い直すわ、壊れたらな、ちょっとガタガキ出したなって思ったら買います。それまでは意地でも使います、もったいないから。そんな私お嬢様じゃないからさ、お嬢様だったらもうそらもういいダイソンのそら髪の毛はトルトルのサラサラになるやつ買うけどさ、買うけどさそれ以上トルトルになってどうする？え私髪の毛、うん、天使のチアリングつけて歩こうかな。チアリング恐怖ちょっとお嬢様っぽいよ。強調さんっぽいやろ、見た目だけ、見た目だけ。しかもこれも可愛いね、可愛いやろこのリボンな、見えてないけど、見えてないけどな、ほらリボン、ほら可愛いやろ。お嬢様っぽいやろ、見た目だけよ、見た目だけ。ハーフアップってお嬢様になるよな。分かる、ハーフアップ巻きでリボンとかさカチューシャとかしたらさお嬢じゃない。うん、誰も見た目はお嬢になれるよ、その中身はお嬢かお嬢じゃないかはあれやけど、見た目はお嬢になる、みんな
一般ピーポーやけど。違うよ、一般ピーポーや。金銭感覚一般人よりちょっと低いから。金銭感覚はね、そう、いや低いこともない。そう、うん、お菓子よく食べるけど、うん、私はね何にお金を使ってるかって、お菓子、お菓子、お菓子とかご飯、なんなら一番。でも外食しないじゃん、食べに行くの。うん、まあ、外食するより買いやすいけど。そうでしょ、お菓子は大切よ。お菓子は明日を生きていくためのご褒美やから。お菓子ないと死んでしまう、私は。もう無理無理ってなっちゃう。まあ、みんなからアイドルを取り上げるようなもんですね。まあでもみんなからアイドルを取り上げても別にそこまで支障ないわっていう人も多いかもしれんけど、まあ私はちょっと無理かな。私はチョコレートを取り上げられたら無理かなって感じ。よし、13位ホークさん、12位ミョイさん、11位ナッティさん、10位おかやさん、9位かずゆきさん、8位ひかる 400X さん、いってらっしゃいませ、のお嬢様だって。嬉しい、羊欲しいわめーって7位ジェリーさん、6位しんどさん、5位ヤングさん、とても緊張しますねーだって。柔らかくリードしてくださいだって、任せてん。4位キリアさん、3位カラッチ、あ間違えた、3位近いシーさん、2位カラッチさん、そして今日の第1位はタカさんです。よいしょ。はい、というわけで今日はこの後オンライン話し会があります。オンライン話し会来てくださってる方は、お待ちしております。でまた、後で会える方は後でお会いしましょう。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それではまたね、バイバイ。